こんにちは、高弘です。今日は大阪に新しくオープンした切手大阪と猪毛と大阪に来ています。地図で見ると分かりやすいです。これ上が西になっている地図です。北じゃなくて西。ここが JR 大阪駅、そして今いるのはその西口です。 JR の線路を挟んで左側が切手大阪、そして右側が猪毛ゲート大阪です。地図では左側に JP タワーと書いてありますね。ビル全体の名称は JP タワー大阪で、その中にある商業施設が切手となります。この辺の大きなスペースが梅北と言われる場所で、ここもあともう少しで完成します。大阪駅周辺はここのところ開発ラッシュですごいことになっています。都市景観を取る人間としてはまずは一回行っとかなということで、とりあえず下見も兼ねて来ているというわけです。切手大阪と猪毛と大阪、この2つの建物はどちらも高層ビル、かっこいいビルなんですが、建物内は、いわゆる普通の商業施設で飲食店とかオフィスが入っています。写真を撮るにしてもそこまでいいスポットは難しいかなという感じなので、今回は建物の外、ちょっとだけ外に出た場所で何か撮れないかなと考えています。実はこのチャンネルでは切手大阪の方は外を撮影した動画を出しています。切手がオープンするような結構前です。気になる人はその動画も見てください。今回は猪毛ゲート大阪の方に絞っていってみましょう。はい、先ほどから映っているこの景色は猪毛ゲート大阪の2階から外に出たところです。ここからの景色はなかなかすごいですね。大阪の勢いを感じます。前方の右に見えるのがルクアという大阪駅直結の商業施設で、これが2011年開業です。そしてその奥に見える2つのビル、ガラス張りのビルがグランフラウンと大阪です。いやーすごいですね。大阪知らない人が見るとちょっと驚くんじゃないかと思います。この迫力、写真を撮るという視点に切り替えて見てみましょう。この下の道路に通行人を入れてビルと人という構図にしたいなと思うんですが、この角度からだと電柱や電線が気になりますね。こういうのって人間の目というか脳ですかね、脳が勝手に電線とかをキャンセルして見ているので、動画で見るとそんなに気にならないかもしれません。でもきっちりとした写真にすると電柱や電線が通行人と被ってしまうので、とても気になるはずです。勝手な理想を言うと電柱を埋めるとかしてくれるとよかったかなと思います。まあこれはまだ開発が続いているんで、ここから何か工事があるかもしれないです。勝手ついでに言わせてもらうと、この横断歩道がスクランブル交差点のように斜めに横断できるようになっていてもよかったかなと思います。これは勝手な妄想ですからね。街を作ってくれてる人には申し訳ないんですが、フォトグラファーの佐賀でこういう勝手なことをつい妄想してしまいます。今は横断歩道が左右に分かれていて、どちらを撮るか迷います。左に絞ると空の面積が大きくなってしまい、この正確のビル群が入らなくなります。右に絞ってでも、どうかな、ちょっと奥行きがなくなるのがマイナスですね。写真という視点で都市景観を見るとどうしてもこういう否定的な感じになってしまいます。なんというか荒探しみたいに映るかもしれません。すいません、ただ否定したいわけじゃないんですよ。否定しながらベストを探しているという感覚、分かってもらえますよね。よりいいものを、もっといいものをと思いながら写真撮っていくと自然とそういう考え方になります。今見ている景色だと前方に見える橋、ここの横断歩道に行って撮るともっといい絵になるのかなと思っています。今はまだ工事中なので行けませんが、あの歩道橋が完成したらまだ行きたい場所です。今立っている場所からだとあの歩道橋が視界を塞いでいるのも良くないですね。猪毛ゲート大阪は6階からの景色もすごいです。さっき見たグランフロントなどのビル群と新しくできる梅北の商業施設、
などが見渡せます。夜景を撮る人なら6階がいいかもしれないですね。一方ストリートを撮る人は2階に戻ります。2階の西側の出口、人が少ない方の出口です。ここに行くとほらこんな風にいい感じで光が入る通路があります。イノゲート大阪で僕が撮るならここですね。人通りが少なくて撮りやすいという点、光と影が混じる場所という点、ごちゃごちゃしてなくてすっきりとした空間という点がおすすめの理由となります。画角は広角がいいと思います。広角で光と影の模様や建築物のラインを入れて撮る、それが基本ですね。この2枚はその基本に沿って撮った写真です。いかにも広角という絵ですし、こういうシチュエーションにありがちなパターンですが、まあ一定レベルには達しているかなと思います。点数をつけるとすると10点満点で7点といったところでしょうか。最後は角度を変えて撮ってみました。これは少し意外性がある写真、ここの影が作る形が面白いかなと思います。これも点数をつけると7点止まり、ちょっと惜しい感じはします。この場所は光の入り方次第でいろいろな撮り方ができます。今後も機会があるごとにチェックして良い条件を探っていこうと思っています。ということで今回はイノゲート大阪の調査でした。これから梅田大阪駅周辺はさらにすごいことになっていくので楽しみですね。9月以降もまたもう一回行ってみたいと思っています。皆さんもぜひ新しい梅田の景色を発見しに行ってください。それではまた。